今日お集めいただきましてありがとうございます。もうお世話になってます松屋の鈴木客様の方でですね、今回北川大輔の新曲家族のキャンペーンということで寄せていただきました。家族の皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。今年北川大輔はデビュー25周年の節目の年に入ります。この年を記念してですね、25周年記念曲ということで今回作っていただいたのはこの家族という、今まで24年間いただいた曲はほとんどが恋愛のテーマのムード歌謡であったりリズム歌謡であったりしたので、こういう少し落ち着いた演歌、そしてほのぼのとした、家族とか、大地とか、ね、人生とかをテーマにした歌っていうのはほとんどなかったものですから、そういった意味では今回自分は初めての、新しい出発になるであろう、曲をいただくことができました。もういつか聴いていただいてね、いらっしゃる方もいらっしゃると思うので、いい曲なんですよね。詩を読んでるとジーンとくるんですよね。これは今現在の家族でもありますでしょうし、幼い頃の子供の頃の家族の思い出とかですね、もう全部ひっくるめて、そして、これは何も、ね、戸籍の家族だけではないので、もう友達でも恋人でも、ね、北川にとっては、ファンの方も皆さん家族なので、なんかそういう意味の家族というのは深い意味、もっと言い方を変えると今戦争している人たちだって家族かもしれないし、もう地球上にいるあらゆる生物、犬でも猫でも、ね、だから虫でも鳥でも魚でもみんな家族だという考え方は、して取れるのかなと思っているので、今回のテーマは大きな意味意義をあるような曲だと自分では思っております。こんな素敵な曲をいただきまして本当に嬉しい限りでございまして、この曲が全国的に大きく、ヒットできるようにですね、今日ここから鈴木さんから今日スタートなので、大きなヒット曲に向かって一緒に盛り上がっていただけたらと思っています。今日本当によろしくお願いします。今日初めてお会いしている方もいらっしゃいますね。北川大輔と申します。エクボと八重歯とリーゼント、とってもいいやつ北川大輔です。よろしくお願いします。このエクボ生まれてるからですよね。うちの母親の高子が言ってました。大好きよね。生まれた時からそのエコボがあったぞ。引っ込んだんですって、おやつが引っ込んだんで。可愛かったでしょうね。で、母に聞いた、お母さん、八重歯はなかったのって言ったら、八重歯なかったって言うの。どうしたって言ったら、生まれた時にはね、まだ歯が生えてなかった。どうしたそういう。でも一応、チャームポイントね。これは安倍静江さんにね、エクボと八重歯とリーゼントですって言ったらね、奥歯と八重歯とリーゼントですかって言われました。奥歯の何の意味もないって、見えない。そんな北川ですけれども、今回ね、ジャケットの衣装と同じ衣装を今日着てまいりましたが、温かい感じのほのぼの系の歌謡曲演歌なので、あんまりこうなんかすごくガチガチにしてしまうのもいけないし、でもあんまり緩いと本当にね、なんか緩くなっちゃうので、北川としてはこれが精一杯の、ちょっとタートル着たりなんかしてちょっと緩い感じのね雰囲気でという、もういつも俺大体タキシードとかスーツにねこうネクタイを必ずする歌手なので、そういった意味では少しこう普段着な感じのニュアンスと、でもなんとなく普段と違うよっていうか、ちょっとこうね面白い柄のね、ありがとうございます。そういうあなたも素敵です。お互いに言ってればいいっていうね、全員に悪いようなことあるんですけど、そんな感じで、ね、今回の新曲を、ね、いただいてという方がスタートでございました。25周年ということなので、四半世紀ですよね。で、初心に帰るという言葉は恥ずかしいというのと、あとなんとなく戻りたくないっていう、やっぱり25年歩いてきてるわけですから、だから初心に帰るではなくて初心を忘れずにという言葉のニュアンスで、また新たな、ね、新しいスタートを切れたらいいなと思ってスタートしていますね。いい結果が出るといいなと楽しみに、皆さんに応援していただいてるんですけど、自分も自分を応援してるので、自分もファンクラブの一人なんですよ。だから一緒に楽しんで応援しましょうという感じでいいですか。はい、ありがとうございます。でもいいね、いいポスターできました。いいバッグの色もなんかすごくそういいです。温かい感じでね、いいですね。今回歌の中にですね、おふくろ自慢の吊るし柿食べれば広がる幸せがっていう歌詞が、これいい詩ですね。自分がデビュー前からご縁があって27年も前になりますけど、高松慶順吾先生とは師匠の作曲家中川博之先生の奥様ということで、もう応援してからのスタートなので、もう自分を一番もう売れる、もちろんね、この今ね歌手として25年もやらせていただく前から知っているので、もうかっこいいところも悪いところも全部知っているので、で一番25周年の記念としては、かっこいい部分だけじゃなくって、なんかその素朴な、で大ちゃん
って正直性格いいじゃないですか。親も大事にするし、人も大事にするし、いつも朗らかで笑ってるし、だからこんな雰囲気の曲ができたらいいねと思って書いてくださった詩なんだと思うんですよ。でそこに、まあ、田舎の神奈川県のね、松田町というね、もう御殿場の手前ですよ、駿河小山の手前ですよ、神奈川の一番西の県政の外れ、ね、あそこの出身なもんですから、その景色が似合う言葉を探したら、おふくろ自慢の吊るし柿食べれば広がる幸せが、なんかいいし、じんときますね。母親の手作りのものなんかね、これはもう吊るし柿というのはなんか一つにしかないんですけど、ご飯だったりね、もうペチョペチョのカレーだったりね、あれが美味しいんですよね。母親の作ってくれたカレーとかシチューは美味しいんですよね。もうどこのレストランでどんなに美味しい一流のシェフが作ってくれたとしても、あの味には勝てないんですよね。何なんですかね。もうおにぎりだってそうですよね。いびつな感じでギャッとなんか握ってくれたらそれで十分なんですよね。具なんかもう適当でもいいんですよね。真ん中に入ってなくてもいいんです、端っこでも。あれって思うことがあってもいいんです、それが美味しいんですよ。だからそれがおふくろの味だったりね。そこに人は最後なんとなく甘える場所を探すと、やっぱりおふくろだったりふるさとだったりになるんでしょうね、きっとね。そういうことかなと、今回すごくそういった意味でね、素敵な曲をいただきました。いらっしゃる皆さんにもそれぞれに自分にね当てはまるように思っていただきながら、この曲を聴いて、そして覚えて歌っていただけたら嬉しいかなと思ってますけど、はい、で、それだけでそれだけでっていうところにちょっと手の振りを入れました。いろいろいくつか提案があってですね、それだけでそれだけでってやったんですけど、なんかおかしかった。で2倍にしたんですよ。それだけでそれだけでってやったらついていけなかった。だからそれだけでそれだけでいいもんだ。一時の松田聖子さんを思い出させるような、本当に昭和のアイドルの、ね、手振り身振りですけれどもね、こういうのがちょっと温かくていいのかなと思っておりますけど、さあそれでは改めて歌わせていただきますね、はい、今日は時間門限とか大丈夫ですか。結構いつもの通り来たからなんで、結構よく喋ってよく笑ってね行くと思うんで、ね、お付き合いください。さあそれでは歌ってみたいと思います。北川大輔の1月の、ね、25日発売も間もないなんですけどね、キャンペーンは今日この町田の鈴木拓さんが一発目ということで、一つ目のステージでございますね。今日ご覧お越しの皆さん方は特別な方ばかりでございますね。それでは聴いてください、家族。いい歌ですね。暖かくていいですね。今一番世の中に必要なものっていうのは、こういう優しさとか温かさとかね、そういう思いやりとかそういうことなのかなって、なんかこういう歌を聴いて歌ったりすると感じます。やっぱ大人になるまでにはいろいろね競争があったり、いろんなことをかっこつけなきゃいけないことがたくさん人生はあるんですけど、でもそれが人生なのかなと思ったら、どうもそれだけじゃいけないんだなってことも大人になると分かりかけるんですね。で今、まあ、自分もそうです、皆さんもそうですけど、少しずつ大人になっていろんなことが分かってきて、初めて感じるのはそういう優しさだったり温かさだったり、ふるさとだったり、甘えたりとかね、そういうこう教習というか、そういうことになるんでしょうね、きっとね。そういうこういう歌が、いい歌だねって感じない人は絶対幸せになんかになっちゃいけないし、なれないということがそう分かるわけ。だから今回まあね、すごくテーマとしてはすごくこう定番な感じで、誰しもが頭の中で想像できそうな分かりやすい歌詞のままなんですけど、それぞれ自分に当てはめてこう聞いたり歌ったりし始めると奥が深くて、本当にほろっと涙がうるうる出そうな雰囲気になったりね、子供の頃の自分の親とかを思い出すとですね、こういうこと歌と合致するとですね、ふるさとの景色とかね、なんかこう思い出したりすると、少しそれがじんと感じたりするっていうのが、またこれが歌なんでしょうね。で歌詞だけではなくて、メロディーもなんかすごく助長してくれて、こうしてくれるんですね。一緒に泣いていいよ、甘えていいよね、恥ずかしい格好なんかつけなくていいよってことを教えてくれてるような、曲に聞こえます。だから今回この曲はですね、今必要な、あ、鈴木社長、おはようございます。ありがとうございます。はい、感謝します。ありがとうございます。はい、さっき出られてたんでね、お忙しい中、ありがとうございます。やっぱり社長の顔を見るとほっとします。ありがとうございます。さあ、そんなことでございました。
でも何曲かちょっと自分の、ね、持ち歌も歌いながら、今日アルバムも発売もさせていただいているので、よかったら聴いていただきたいと思いますけど、ね、今回の作詞はですね、高畑淳子先生って言いまして、うちの師匠、中川博之先生の奥様っていらっしゃいましたね。で、まあ、代表作品といいますと、まあ、ムード歌謡の曲が多いんですけどね、足手まといたとか、育児なしとかね、そういう曲の作詞の先生なんですよ。で、北川大輔もお前だけなのさとかね、愛をありがとうとかね、いろんな曲もいただいたりして、まあ、たくさんいただいてるんですけど、でも作詞ってことです。で、まあ、作曲は加納源大先生なんですけどね。で、まずまあ、その高畑淳子先生からいただいた北川大輔のデビュー2作目の曲なんですけどね、タイトルがお前だけなのさという歌を披露したいと思います。お前だけならさ、自分の性格を一言で言いますとね、お調子者です。楽しいことが大好きで、人が大好きでね、本当に子供の時からずっとそんな感じでしたね。もう道ですれ違う人に誰にも挨拶してました、ね、知らない人にもおはようございますと挨拶してました。そのまま大人になりましたからね、何にも変わらず。でも楽しいことが好きですね。一人で生きてちゃいけないし、人が周りにいて、それが人生って楽しいし、喧嘩をしたりね、もうそれが必要なんですよね。それでいいんですって。なんか嫌だなとか、人に揉まれるのが嫌だなとか、めんどくさいなと思い始めたらやっぱりダメですね。そこでも入ってかなきゃいけないし、ね、と思うんですけどね。こうやってね、たくさんの皆様にお会いできて、今日お集まりいただいてることが本当に幸せだし、嬉しいですね。しかもこんな綺麗な方をグッ。やってるんですよ。いいんですかね、こんなの。もうね、もう町田は特にもうね、こう商店のビルがいっぱいたくさんありますから、ね、その景色を見るのも楽しくて、そして今日お花見っていう感じで。ありがとうございます。まあ音楽のね、音楽の好きな人に悪い人はいないと信じてるので、もうそれが全てだと思いますね。音楽を愛してくださいね。で、音楽を買うなら鈴木亜希。はい、次の曲はですね、アカシアの人という代表曲という曲なんですけどね、アカシアの花言葉は秘めた恋、二人は不倫の物語なんだそうですね。今日いらっしゃるお客様で今不倫をしてる人、はい、ほとんどですね、とんでもない人が集まってますよね。大丈夫ですか。はいっていう、でも一言言いますね、本当に不倫をしてる人は人前では手を挙げないんですって。だから見栄を張るのはあんまりいらない。問題は上がんない人のやめえなんで。まあ一言言います、勝手にやってください。最後の別れを回想する場面で歌は始まります。もう会うのやめよう、こんなね辛い恋はいつかピリオドがあるんだって彼が彼女に言うんですね。さようなら。でもその言葉を聞いた彼女は大粒の涙を溶かすわけで、まずこぼす。楽しかった思い出がこれで終わっちゃうのかなと思ったら切ないですよ ね, ね, ね。でも彼女はその涙、ね、こぼれてしまう涙を彼に見せないように作ろうんですね、白い指でごまかしてね、ちょっと分かんないように彼に見せないんです。でそのまま別れを解ける。でも何年か経って彼が言うんですね、君の涙をごまかしたあの白い指が僕は今でも忘れられないんだって。切ないですね。出だしがこんな感じ。前髪直したふりをして涙を拭いてた白い指、あそんな白い指を僕は今でも覚えているよ、そして君も今でも覚えていてくれているんだろうか、あの重ねた唇をくれますね。意味が全然わかりませんでした。作詞の先生に聞きました。先生、唇を重ねるってこれどういう意味なんですか。そしたら先生が教えてくれたんですね、大ちゃんも大人になったら分かるようなんで。大人になったけど全然分かんない。それでは聞いてください、アカシアの人。何を思い出したって言ったんですか。アカシアの人って歌でございました。さあ続きましては、思い出はマロニエっていうね、思い出という言葉はすごい深い意味があるような気がします。人は誰しも時を振り返ることができても時を巻き戻すことはできませんからね、過去は過去、思い出は思い出なんですね。思い出があって元気が、ねをねたくさんもらっている方もあれば、思い出に邪魔をされて新しい出発ができないで戸惑っている方もいらっしゃったり、人生は思い出っていうのはいろんな意味で深い、なんか位置なのかなと思うんですけどね。
でも大事なのは今日から明日未来なんですね。今までが成功した人が必ずしも、ね、これからも偉そうに歩けるかって言ってもそれも約束もないし、うん、逆に今までがあまりうまく、ね、いかなくて不遇続きだったからって言ってこれからもずっとっていうこともないわけで、大事なのは失敗はいっぱい重ねた人はそれを上手に、成功へのための役に立たせればいいし、いろんな悲しい涙もいっぱい流した人の方が優しい人だったりしますしね、そんなこと思いますよ。あんまり振り返させてね、僕は昔はこれだけ経歴があってこうなんだなんだってこう自慢を喋られても、初めて会う方はだから何になるわけでそういうことじゃないですか。でそれが逆に邪魔しちゃってね、裸 でせっかく出会って裸でお付き合いができるはずなのに、それを自分から壁を作っちゃってね、敷居高くしちゃった結果、なんか逆にそれを求めてる人だけしか周りに近づかなかったりして、いいお友達ができない場合もあるわけでしょ。だからあんまりね、過去とかにこだわらずに、後から分かってさ、あこの人は本当にすごい人だったんだって後から友達から聞いたって遅くないわけで、自分から喋んなきゃいいわけでね。昔から言いますけど、脳ある鷹は爪を隠すというね、知ってて知らない顔ができるとか、持ってても持ってない振りができた人がかっこいいかなと自分は思うんですけど ね。まあいろんなね、そう、人生は長い旅ですからいろんなことありますからね、いろんな考えをしながら、でも自信を持って歩きましょうということが最後の結論かなと思います。さあ、マロニエマセの高さが 4,5 メートルの街路樹、ねで電信柱ぐらいの、ね、4,5 メートルですから結構高いですね。でマロニエは 冬になると葉っぱがなくなってしまうという落葉樹なんですね。ですからマロニエは夏はマロニエ、冬は丸見え。ちょっと今頃はね、葉っぱが何もないんで、樹木だけ見たら何の日だか分かんないですよね。もうちょっと街にある街路樹にこれ何の日ですって、もうちょっとなんか看板が貼ってくるのにと思うんですけど、いつもこのなんかね、よく見るんですけど、この木は何の木って言っても調べようがなくて、今携帯があるから調べる方法もあるんですけど、ああいうのがもっと子供たちにもね分かるよね、これはブナの木だよとか、これはね、こう木がね、マロニエとか生えてあると一瞬で、あね、もっと覚えたりすると思うんですけどね。そういうところは日本はあんまりしないですね。日本って日本しか知らないですさあ、それでは歌います。思い出はマロニエ。思い出はマロニエって歌でございましてね、ちょっと力入ってしまいまして触れちゃいましたけど、でもこういう不倫の歌とかを歌うとですね、ちょっとうるうるいうなんか思い出と重なってしまう方もいらっしゃったりすると、目を見るとうえいやということがある。もちろん指はさせないですけどね。まあ人生生きていくといろんなことがあるということなんでしょうかね、きっとね。でも何にもない人も寂しいのかもしれないし、ありすぎる人は大変なんでしょうし、どうなのかなと思うだけの話ですけど、まあね、いろいろありますけどね。まあでもね、まあ、自分が好きな言葉はちょうどいいっていう言葉です。もうこれ、ね、いろんなことを重ねながら、これが自分の人生でちょうどよかったんだと思ったら何も思わない、ね、いい言葉、ちょうどいいっていうのはいい言葉ですね。恵まれてる方を見かけても、あの人はね、あれ恵まれてるけど、あれがあれでちょうどいいんだろうなと思ったら腹が立たなくなるし、僕は僕、私は私、これがちょうどいいんだと思ったらね、何も人を羨む必要もないし、大きな家に住んでる方で大変だと思いますよ、固定資産税とかね。そういうことですもんね。普通でいいし、そうじゃなくたって今借りてる家だから不幸かって言ったら今十分それで幸せで生きていくんやな、の不自由もない。問題は見栄を張ることが大事かっていうことの最後、その辺でちょうどいいっていいことですね。いいね、いいこと。自分ね、もう人と比べて自分がちょうどいいと思えばいいわけな話。ああ私最近ちょっと太ったから、いやちょうどいいですって言って、それで OK だですよね。なんでちょうどいい鼻が出ちゃいましたさあ、ついでに曲なんですけどね、水柱って歌、ね、もう北川大輔の代表曲のいくつかの中にはこの水柱が必ず入ります。さっきの明石家の人も、思い出もマロニエも代表曲なんですけど、水柱っていう、まあ綺麗な、ね、環境にしか咲かないという高原の湿地帯とかでね、綺麗な清水、清い水の水辺のほとりにね、咲いている白い萼と言われる部分が印象的な水柱、花言葉が永遠の美しさっていうんですからね、デリケートな、そして神秘的な雰囲気ですよね。綺麗な水じゃないと花が咲かず、綺麗な空気じゃないと竹が伸びないっていう、この水柱を足元に見かけ、ふと思ったのは君の面影だったっていうんですから、君がデリケートな女性だったと、こういうことの比喩表現なんですね。
これがアザミの花とかタンポポのようにね、日陰面でね、アスファルトこじ開けて咲いてる雑草なんだけど、頑張って咲いてるすごい力強い生命力の花もありますよね。でもあの花を見かけたらデリケートな君を思い出すんではなくて、まああいつだからどっかでうまくやってんだろうなっていうことを思い出すという、全部花に例える君の面影なんていうのは大体そういうことに使われますね。そう、ユリの花を見ればユリ花がね、こう例えば芍薬それを思うたってね、そういう感じでしょうねきっとね。あと、まあ、あの花もいろいろあります。ひまわりを見ればね、健康的な女性のイメージだし、バラの花を見れば情熱的だと思うし、こういうことでしょうね。あと白い花っていうのは大体ね、まあ、今ねこの水柱もそうですし、こうね、いろんなこう白い花、シクラメンだとかね、まあ、ありますけど、ああいう花はですね、真っ白、無垢っていうイメージでしょうね。だから白い花が語りかけるんですね。あなたの色に染めて何失礼しました。この水柱という曲を NHK ののど自慢で歌ってくださったお父様がいらっしゃって、84歳ってお父様がね、上手に歌ってくれたんですよね、 NHK ののど自慢で。嬉しかったですよ。ただ残念ながらイントロが待ちきれずに歌が始まりました。まあそれが原因かわからないですけど、鐘が2つだったんですね。でも北も嬉しかったですよ。水柱をね、84歳のお父さんが上手に大きな声で歌ってくれたわけですよ。だから鐘は2つでしたけどね、北川大輔の耳には鐘が3つに聞こえました。それでは聴いてください、水柱。そういう人はやっぱり長く生きていけるというかね、そういう感じなのかなっていうのが、この25年の間にちょっとなんとなく分かってきた一つでしょうね、鈴木社長ね。はい、願いです、はい、もう大御所ですからね。もう全国広いですけどね、町田の鈴木学さんの鈴木さんはもう本当に日本でもうね、もう 上からですからね、本当にあの力のある、もう何年ですかこの創業。70年、70年ですね。すごいですよね。でも音楽をね精通してこうやって来ていただいてる、こう本当に感謝感謝です。ありがとうございます。もううちらね、あの本当に歌手はみんな全員鈴木さんを尊敬してます、感謝してますね。もう、はい、また帰ったらみんなにも伝えますけど本当に感謝します。いやでも歌を聴いていただける場所さえなければ、もう歌手は廃業なんですよ。でなかなかできないじゃないですか。でもたくさんね、特にこうやってね、歌謡曲演歌をたくさん置いてくださるこのフローをね、ちゃんと作っていただいてるってことの感謝ですね。嘘泣きっぽいですよ。はい、さあ、もう一曲ですね、いきたいと思いますけど、第39回日本作詞大賞新人賞受賞曲、北川大輔の曲で心の真ん中母がいるという感じですね。今回北川大輔のこの家族という曲が何か、もし自分の歌の持ち歌の中に何かあるとしたら、結局この歌かなと思っています。心の真ん中母がいるという歌なんですけど、ね、北川大輔のいつもアルバムに、例えば16曲入りのアルバムを作ると仮にした時に、プロデューサーさんなり、ね、いろんな方から、お話があって、今回どんな曲を入れたい、何を外したい、まずいと思うってやっぱり言われるんですよ。でやっぱり買ってくださる方がやっぱりこう興味を持って、この曲入ってるから買いたいねと思ってくれる曲が抜けてたらやっぱりダメじゃないですか。本当にそういった意味では制作の方は命がけなので、リサーチをちゃんとしてほしいっていうのが、まあ、それで会話をするんです。で今までの北川大輔のアルバムの中で、まず絶対抜けていない曲の1曲はこの心の真ん中入るんです。でカラオケで歌ってくださる方の数字も半端じゃないし、でリクエストとかいただいて、北川大輔の曲で好きな曲が何ですかっていうと、だいたいベスト10の中に3曲カップリング入れるとその場合があるんですけれども、その中でベスト3とかベスト5に必ず入る曲がこの心の真ん中入るんですね。だからひょっとしたらなんですけどね、改めて再確認をするんですけど、北川大輔は、まあ、イケメン3とかもやらせてもらったりとか、いろんなその恋愛の歌とかもたくさん歌ってきているの で、あと踊ったりとかね、楽しいちょっとスポーティーなリズム歌謡なんかも歌っているんですが、ひょっとしたらこういう曲を一番北川大輔と求められてるんじゃないかなという一曲が今回家族なのかなと思ってます。それを裏付けるのは、今から歌わせていただく方、心の真ん中母がいるという曲が、それだけ北川大輔の応援くださる皆様のリサーチの中ではいつもトップ5とかに入るということなんです。だからやっぱり人は求めているものは優しさだったり温かさだったり、まあ、北川大輔はもう
チャームポイントというか、やっぱり笑顔なので、笑ってるとか、なんかその元気とかね、そういうことは必要じゃないですか。当たり前ですけどね、かっこいい恋愛の歌ばっかりじゃなくって、そういうことの方がもっと皆さんにも伝わって、ね、一緒にね、前向きに生きたらいいなとかね、やっぱ思う、その音楽という、こう、大切な、ね、この中に必要な部分の一つはそういうことなのかなっていうことをすごく再確認しているのが、今から歌わせていただくんですけど、心の真ん中、母がいるです。今回ですね、家族という、こう、まあ、ミュージックビデオを撮影するにあたりまして、監督さんから、まあ、それから家族というタイトルだから、なんかその、ね、母親に見立てた、俳優さん、女優さんともちょっと呼んで、なんかその雰囲気を撮影できたらいいねって言われたんですよ、提案されたの。そしたら、ちょっと待ってください、うち母いるんで、じゃあ、うち母出します。多分ですよ。多分ミュージックビデオに実の母親が出てくる歌詞いないと思うんですよ。まあいいんですけどね。で、その撮影をするにあたってもですね、なんかあんまり気取られても困るし、緊張されても困ると思うわけですよ。まあ自分はこういう仕事してるんで、もう度胸は座っているしかないんですけど、母親は素人なんで、まあなんか、で、当日に撮影、まあ、地元の神奈川の松田町で、中学とかで撮影したんで、で、実家も映すんですよ。まあ全部が全景を映してないんですけどね、実家の2番ところで吊るし書きをね、自分で作った吊るし書きをその辺も凝ってるんですけど、ね、こだわりで作ってるんですよ。それで母親に9時半から撮影で、朝8時半に実家に帰って、あ、お母さんおはようなんつって、どうした、今日休みかとか言われてそっから始まるんですよ。それで、今日実はちょっと撮影があってさ、顔貸してって言ってだって顔貸してじゃん、他に方法がないじゃん、もう体貸してって言って、いや、なんか変なやつ、体貸してって言うとおかしいから顔貸してって言って、そうしたら怒られましてね、もう前の日にいないよってちゃんと美容室ぐらい行ったので、行かれちゃ困るの、行かれちゃって、メイクなんかも普段してないやつをバッチリ決めて、こうなんかね、なんかネイルがなんかされちゃったら困る、それは困る、今日はちょっと髪の毛きれいに染めてきちゃってさ、ちょっと茶色かったかなって困るの、あれ今のまんまでいいの、だからもう、ただ問題はもしそこに友達と遊びに行っていなかったら終わりだったっていう、それだけが心配で、でも電話してもなんかあれだしと言ってね、それで、まあ、今日このことでって、それで撮影が始まって、だから今の心の真ん中、母がいるんですけど、母親が出てきて、で、土手は中学校の前のところの川の土手があるんですけど、土手を歩いてるシーンがあってね、で、ね、一緒に話しながら、あそこで ね、ろくでもない話をしながら。ほんで、ね、自分はお調子者なんで、せっかくだから、鉄飲もうか、とか言って。そしたら、断られました。何言ってんだよ、恥ずかしいわよって。恥ずかしいんですね、やっぱり。でね、寒かったんで、マフラーをちょっと巻くようなシーンが撮れたりとかね。ね、あったかい、ほんと、あったかい感じのね、撮影ができて。まあ多分ですよ、まあ、いろんな歌手の方いらっしゃると思うんですけどね、そういうミュージックビデオをね、マジに撮った人はいないと思うので、多分、まあいい思い出にもなるし、母親ともね、なんか仲いいんでね、そんなことができたということでございました。はい、ね、羨ましい、まあ、まあいい意味でね、理想的、まあまあ、でも、うちはそんな仲いいし、別に母が、あ、そう、うちの母親、ひばりがし団の出身なので、歌が好きなんですよ。で、ゆきさおりさんに先輩って言われてるぐらいですから、これが自慢話って、何でも普通の母なんですけど、ひばり合唱団の出身です。まあその血を引いてるんでしょうね、きっとね。ひばり、ピーチクパーチクやってる。さあ、では新曲の話をさせていただいてですね、まあ、今回新曲ね、2曲でございましてね、北方ですけどね、家族、そしてタイトル、マイウェイっていうのは、このカップリング曲でございますね。まあまあまあ皆さんご存知マイウェイですかね、今なんてこれは違うんですよ、これは違うマイウェイです。今回ちゃんとね、北川大輔のために用意していただいた作詞高畑淳子先生作詞、そして加納源大先生作曲で、タイトルがマイウェイというのが今回の新曲のカップリング曲になりますね。まあ25周年をお祝いするという意味で作っていただいた作品で、まあ25年を振り返ってというね、27年前から知っている高畑先生にしか書けないような詩をということで作ってくれたんだと思うんですけど、まあ恥ずかしいかなという部分もあります。今まで歩いてきた道を認めてくれよみたいなことを自分から言うのはおかしいし、まあ大先輩から見てみれば25年なんかたかが25年じゃないかって言われるのも、思うし、だからそういうつもりではないんですけど、ただとはいうもののそんなこと言ってるとあっという間に人生終わってしまう危険性もあるので、
だから今少しずつ、まあ、20周年25年とか30年というのを、まあそのね、5周年刻みにして、まあ、お祝いという意味のなんかそういう作品も残せたらいいかなと思って今回歌っているということで作ってもらったという作品になります。イントロからなんとなくこう想像とは違う、だからあのマイウェイのあのイメージでてん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 みたいな感じのイメージがあるマイウェイの曲のタイトルが同じねネーミングなので、あのどういう曲ができるのかなってもう想像している世界とはもう全然こう違ってですね、結構リズムのある、ポップな感じのリズムの入る素敵な曲を作っていただいて、またこれがかっこいいというかね、なんか名探偵コナンのなんかイントロが出てくるようなサビの終わり方で終わるようなねもう自分も気に入ってる曲なんですけど、ね、さあそれでは聴いてください。 My Way。ね、全然違う歌ですけど、いい歌ですね。まあマイウェイなんてもうタイトルが大きすぎてしまって全世界的にねヒット曲のある曲なので、それともう対比しようがない部分と、まあ、そのイメージから崩れてしまうと逆にねなんかタイトル負けしちゃうんじゃないかと思われがちなので、多分作家の先生はすごいプレッシャーがあって作ってくださった曲のような気がします。でもなんかね、いいですね。なんかこうなんかね、まあまだまだこれからね前途多難なまずですね、また先を見ながら見据えながら今までの歩いてきた道はね、まあ、自分のなりに25周年を自分の中で、ね、感じながら新しいまたねスタートを切れたらなということで作っていただいたんで、いいですよね、いいですね。さあ、25周年の記念のコンサートがですね、高崎から始まるんですけど、2月の18日に高崎の玉子ホールというところでね牛会館の方でコンサートやらせていただきます。お昼間と、夕方からと2公演あるんですけど、よかったら応援に来ていただきたいと思っておりますね。高崎の市玉子ホールで2月の18日、そして6月の25日なんですけど、浅草ね、花屋敷の歌劇場でですねコンサートやらせていただきます。6月の25日になりますね。これ昼の1回公演なんですけどね、あんなことからこんなことまでやろうと思ってます。もう一回行きましょうか。あんなことからこんなことまでやろうと思ってます。6月25日ですね。あと今日お配りさせていただいているチラシにですねイベントがたくさんあります、ね、東京のディナーショーもちょっと3月にありますけど、これも来てほしいな、できれば応援していただきたいと、ね、松坂由紀君とね、あとグループ若手のね、そう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 、ね、そうそうね、はい、ありがとうございます。ラストファースト、とみんなで楽しくね、なんか普通に終わりたくないですからね、なんかちょっと踊ったりとかしたいな、なんかいやいやいろいろね、いや脱がないよ人のまあでもいろいろねちょっとまだ脱がないんだっもう何がしっ昼間からそんな感じですね。さあ、まあね今年25周年の北川大輔もいろいろイベントもさせていただきながら、そして今回の新曲ね、家族、そしてマイウェイ、この12曲をですね、もう本当に全国たくさんの皆さんに応援していただけるように、アンギアしていきたいと思っておりますね。まあとにかく、まあ頑張ってきてるので、今更頑張れって言われてどうなって思うんですけど、もう頑張れって言ってください。昨日もね、夏木豊さんの番組出していただいてね、夏木さんもね、もう25年、もうやってきてね、北川大ちゃんは大ちゃんらしく歩いてきたんだから、このままね自信を持っていけば必ず大きな夢も花も開くし行くと思ってるよ。で、まあ楽屋っていうか、まあその中で放送にかぶってない部分で歌が流れてる時もちょっと、そして始める前に本番入る前に少し打ち合わせをさせていただくんですけどね、まあありがたい話ですよね。夏木さん北川大輔すごく気に入ってくださってて、大ちゃんね頑張って、俺は応援してるからねってね、絶対いい結果が出てね、で僕は悔しいけど歌手になったんだけど大成しなかったと。でまあとご自身はね、元歌手クラウンレコードの歌手の先輩なんですよ。アイドルっていうかね、デビューされてスタートしてる方なんだから、まあ自分は大成できなかったから、それをね大ちゃんに期待してるんだって。まあ今若い子もいっぱい出てるからね、若いやつなんかに負けないように頑張るよって、ね、もういけ、もういつもね新鮮でね、もうそうそうそう、もうガンガン攻めていけと、もうねもう喋るの ネタなんかもこう いっぱいバンバンもうそこら中のものを拾って喋りまくれみたいなこと。まあねサードキリマルキホーク君の人ですからね、あのままですけど、ね、はい、素晴らしいですね。
さあ、それでは改めまして新曲の話をさせてください。ちょっと今日歌詞カードをお配りさせていただいて、使っていただいたブルーの本当の、ね、ブルーの中に歌詞カードがあります。ちょっと確認をしながら歌を聴いていただこうという、これが今日のメインでございまして、今までは自己紹介でしたから、はい、あ、いいです、はい、あります、あります、はい、いいですか、はい、ちょっと確認しながらいきましょうね。歌詞を読むと本当に定番なんですけど、そうだなって誰しも思うというところからスタートです。早いもんだね、もう正月か。1年は早いですね。あっという間ですよね。1ヶ月も早いですね。もう今日が1月30日だと思うこと自体がもうびっくりですね。1ヶ月早いで、2月は2月って短いんでまた早いんだろうと思いますけどね。ただこれもちゃんと理屈があって、なんで大人になればなるほど1年が早いかっていうのは、分母の数によるんですって。1歳の人は初めての経験を365日するわけだから長いんですよ。ところが50歳になると経験がたくさんあるから50分の1になるんですって。だから新鮮なことが少なくなってくると記憶に残る量も減ってくるので、なんかあっという間に1年だねって思うようになるんですって。70歳だと70分の1になるわけだから、もっと短くなる。こういうことらしいですよ、その解釈がね、1年が早い理由という。でも長さは一緒なんですけどねはい、あっという間の1年だね。おふくろ自慢の吊るしがいいでしょ。これは高畑淳子先生おっしゃってましたけどね、オレンジ色、あ、柿のあのね、干し柿なんていう色は本当 に日本の色かなと。なんか暖かい感じの暖色というかね、あの色を見るとなんかふるさととか、あの綺麗な景色とか暖かさを覚えたりとかね、こたつとかね、こたつの赤外線のあの色とかはやっぱり日本の文化の色でしょ。あの赤い色は綺麗でね、オレンジ色いい、そういいですねという話、はい。でそのままいきますね、食べれば広がる幸せがね、いいですね、本当にそうですね。母親の作ってもらったものとか、日本のそういうものとか、大福とかね、おまんじゅうとかね、おいしいですよね。どんどん焼きの、おいしいですよね。あれで何とも言えないですね。お餅も焼いたりしてさ、お醤油とか砂糖をかけてなんかして食べるとかさ、おいしいよね、あれね。どんなおいしいフランス料理とかイタリア料理とかスペイン料理だとか、いろんなおしゃれなものを食べに行っても、あれにはかなわないですかね。やっぱり日本なんですかね。そういうことでしょうね、きっとね。ね、家族が揃えば賑やかい。家族が揃えば賑やかだよ。普通は賑やかって言葉を使うんですけど、高畑淳子先生は静岡県のご出身で、あの辺は遠州って言うんですけど、遠州弁なんですよね。だから普通は、ね、なんか賑やかだねって言うんだけど、普通に静岡の方に行くと、あ、賑やかいねって普通に言うんですよ。普通に使うの。で、逆にこれで静岡の焼津に行ってきたときに、賑やかいって言葉普通に使いますかって言ったら、あれ、これ標準語じゃないのって言われたの、逆に。だからなんか普通なんですよ。まあ言葉としては賑やかって言葉は普通なのに、ね、だからそれを賑やかだねと言わずに、賑やかいねっていう会話の中でそういう使い方をするんですね。はい。さあ、そして、それだけでそれだけでいいもんだ。なんかいいですね。もう幸せなんていうのは理屈とかじゃなくて、この景色そのものであったかい雰囲気で幸せ、ね、のんびりしてるし、その団らんが家族がいたらもうそれで幸せだよねっていうことでいいんでしょう、きっと。それ以外の上もなければ下もないんですよ、きっと。それが幸せなんですよ、ね、でも悔しいですけど、人生の中で家族が1人減り2人減りっていうこともあったりするので、その特にね、大事にすることを考えていかないと、ね、もったいないかなと、ね、今ある幸せをちゃんと感じていないと。ある方もおっしゃってましたけどね、幸せなのに幸せだって感じない人は幸せにはなれないんですって。うん、だからやっぱり今ある幸せをちゃんと幸せだって分かってないとね、幸せにはなれないし、うん、逆の言い方すると、人から見て幸せそうじゃない人だってね、その人が幸せだって思ってたらもうその人は幸せな人なんですよ。で、反対に幸せそうに見える人でも本人が幸せだって認めてない人は一生幸せにはなれない人なんですよ。そういうことでしょね。そうだから今が幸せだなと思えてることが大事で、そうじゃない人は幸せになるために努力をしてください、うん、いや、そういうことでしょ、そういうこと。はい、2番の詩いきますね。支えられたり支えたり、自分は基本的に支えられてるんです。いや、こういう仕事なんでね、多いんですけど、でも高畑淳子先生は違う言い方しましてね、支えたりもするもんねって言われたんですよ。ああ、なるほどな、そういう解釈で、そっちのこっちの2つ目の言葉の意味も理解して打たなきゃいけないなって、ちょっと自分はハッとしたんですけどね。でもまあ北川大輔がもし支え
まあ、られている部分と支えたりしている部分がもしあるとしたら、何かお返しができているとしたら、まあ、元気だったり笑顔だったり前向きな言葉をこうねステージで語ったりすることぐらいはできるので、あと北川大輔を見に来たがために隣同士で友達が増えたとかね、これはこれしかできないことなので、それは自分がいてからこそということがあるので、まあ、何もゼロではなくって、お返しできていることもいくつかの中に一つはあるのかな。あとは北川大輔を理由に家を出れるとかね、まあ、そうでしょ、今日しょうがないんで大事に頼まれたから今日行ってくるけどさとか言いながらね、楽しんでお料理食べたりね、なんか帰りにちょっとねお茶飲んで帰ってきて、あの人の悪口って帰ってくるからさ、楽しかったね、楽しかったねなんて、でもそれも楽しみでね、それで家を出ることによって外に出れば歩くわけだから、電車に戻るわけだし、そうすると足腰も鍛えられるし、喋ればね人明るくもなれるし、じゃないと一人で家の中閉じこもってても、まあ、それは幸せばっかりと限らないんでということになるわけですね。ね、あいいですね、みんなが元気でいればいいね、はい、まあ背中を下ろされても同じね、みんなが元気でいればいい、そうだよ幸せね、なんだよね、いいね、ここいいですね、そこに改めて気がつかなきゃダメだよということで、そうだよね幸せなんだよ ね、家族がそれば温かい、さっきは賑やかいでしたけど温かい、まあこれも同じなんでしょうね、温かという言葉が温かいねという言葉で、温かいいいという言葉ね、まあ賑やかいに、まあ、まあそのままね陰を踏んで賑やかって中に3番にはね華やかいが出てくるんですけど、同じにね最後はいいで終わる言葉が出てきますね、温かい、でそれだけでそれだけでいいもんだ、はい3番いきますよ、はい、はい、いいですか、授業やってますからね、はい、自分一人の人生じゃない、ね、これいいですね、自分一人の人生、ね、まあそうですね、人は一人じゃないかなと思ってる部分があるんですけど、でもそうじゃないよということはね、家族とかね友達とかねふるさととかね、まあ、北川大輔もそうですけど、スタッフの方がいたりとかファンの方がいて初めてやってるので、決して一人ではないということをもっと自覚しながらしっかりとね歩いていきたいなと思ってます、ね、自分一人の人生じゃない、そばに明るい笑い声、ああいいね、いいですね、明るい笑い声っていいですね、今日もいっぱい笑ってますからね、これがいいんですよね、これがいいんですよ、うん、そう、ね、再放送ばっかり見せちゃダメ、うん、はい、晴れの日雨の日あるけれど、ね、晴れの日雨の日あるけれど、いいことも悪いこともいろんな日もあるけれど、ね、両手を日頃広げて守りたい、ここがこの歌の中で唯一一首を言ってるんですよね、ここで初めての子、その3番の子に来て初めて神保先生が詩の中でね、あの自分の意思を言うんですよ、両手を広げて守りたいってのはすごいかっこいい言葉が突然ポンと出てきてですね、ね、で家族がすれば華やかいと、この歌詞1ヶ月出てこなくて、神保先生がここの部分が空いてたので、繰り返しの部分の3番はひょっとしたら同じでもいいって言われて、温かいがもう1回来るぐらいの話だった、もしくは1番の賑やかいがそこに来るかもしれなかった、華やかいって言葉が見つからなくて、神保先生1ヶ月悩んだ、作詞の先生がいろんな言葉を、もう知識とかいろんな文献を探しながらいい言葉を見つけようと思って、この5文字、この花やかい5文字、この5文字を探すのに1ヶ月かかって、で、レコーディングの1回目の時にはこの言葉がなくて、2回目もなくて、3回目の時にこの言葉がやっと見つかって、これでいきたいんだけど、つったら全員満員上一致でいいじゃないですか、つって、これで花やかいを自分が歌って終わったの。このね、花やかいは密かにすごく自分もこの思い入れが今あります。でもこんないい言葉ないですよね、華やかな、家族が揃えば華やかだねっていうのは良くないですかね、確かにそうですよね、もうみんなが集まって温かい団らんがあればそこには花が華やかかね、輝く、なんかいいですね、そう、すごいいい言葉が先生見つけてくださったなと思ってね、カラスがうるさいですけどここ後ろカラスが来るんですよ、でもね、まあ下コンビニですけど、いや、いいですよ。いいと思う。叱らなくて。あ、すいません。カラスも家族だから。そうですね。いいね。ほらほら。ほら、泣いてる。いい、ね、応援してくれてるから。カラいいよね。さあ、そんなことで、ね、それだけでそれだけでいいもんだ、ね。いいです。いい、あったかい曲でしょ。いいですね。最初初めてこの詩の漢字をもらった時、この北川大輔家族ってこれが全然頭の中で想像ができなくて、どうなるんだろうと思って、へー、家族っていうタイトルの曲を、まあね、自分としてはその、ね、25周年のという部分と、あとはそのね、なんか、まあ、前なんか恋愛の歌とか
まあ、で神保先生だからですよ。高畑神保先生が足手まといとか育児なしとかとそういう恋愛の曲ばっかり書かれて、独り占めとかね、死に物狂いとかさ、まあ、いろんなそういうタイトルの歌だけでも、そういうお前だけなのさとか、そういう歌ばっかりか、自分のイメージはですよ、三河健さんの幸せになりたいとか、みんなそういう歌ばっかりなので、だからまさかこの家族というタイトルがボーンと漢字二文字で来るとは想像もしてなかったんで、もうあったらね、でもすごい、あ、これはもういい曲だなと、字を家族という漢字をまともになんか書いたこともないぐらい改めて書き始めると、あ、こういう字だったんだなって、あんまり書かないでしょ家族って感じで、言葉では使いますけど、ね、だから改めて家族、あ、いい言葉なんだなと、ね、思います。さあ、それでは歌ってみたいと思いますけど、皆さんもよかったら一緒に。で、あとこれね、これはあの、まあ、できればちょっと、まあ、あの後ろの人が 見えなくなるぐらいこう。せっかくないやってほしい。はい。さあ、それでは歌ってみましょうか。家族、聴いてください。早いもんだね、もう正月だ。それだけでいいもんだ。ありがとうございます。あの、ぜひ皆さん覚えてやっていただきたいなと思います。で、最後になりますけど、ちょっとあの北川大輔のグッズをちょっと2つほど用意させていただいておりまして、あの北川大輔が25周年の今年の記念用に、体を隠すのにちょうどいい大きさのタオルを作りました。もう一回確認ですけどね、北川大輔が25周年の記念として今回ですね、あの皆さんの体が隠すのにちょうどいい大きさのタオルを準備させていただきました。1枚1000円なんですけど、あの大輔北川って書いてある字は矢沢永吉さんのタオルのパクリでございます。同じ書体の文字を作りましたね。はい、これです。1000円なんですけど、色白と黒とかね、まあ、ちょっとまあその後また何種類か色も違うのをまた作るかもしれないんですけど、今はこれが今1種類でございます。あと大ちゃん、ね、北川大輔の地元足柄、ね、松田の斉藤茶屋という、ね、お茶屋さんの同級生のがいるんです。で、そこのまあ、お兄さんが社長なんで、社長とです一緒にですね、今の、まあ、地元の何かね、できたらなということで、足柄茶のね、まあ、普段はあの前もこういうね、あのフックに入ってるやつなんですけど、今回この茶、はい、ね、粉末茶を作りましょう。あの同じ感じの、まあ、大ちゃんの茶摘みの大ちゃんのイラストが入っているやつなんですけど、よかったらこちら1000円なんですけど、でこれの売り上げは全部 CD に交換して帰る予定なんで、しっかりちゃんと言ってきますから、ね、そうね、あのということでございますので、よかったら応援していただきたいなと思ってます。はい、応援いただきまして、新曲家族そしてマイウェイのキャンペーンということで、私ども鈴井垣さんにお世話になりました。本当に楽しい時間を一緒に共にできたこと、本当に光栄に思います。嬉しかったです。これから全国に大きく大ヒットを抜けてですね、頑張りたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。で、最後になりますけど、今日鈴木垣さんの皆さんに大きな拍手をお願いします。感謝します。ありがとうございます。ちょっとね、今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後締め、社長、何いいのはいい、はい、じゃあすいません、一言なんです、締めなんか締めがないと自分でやってるのおかしいんだ。ここから、はい、行く、じゃあ行く、はい、よっ、イケメン、ありがとうございます。北川大輔さん、ありがとうございました。皆さん、大きな拍手をお願いします。追加点、YouTube チャンネルをご覧の皆さん、日本クラウド、エクボと刃とリーゼント、とってもいいやつ、北川大輔です。今回新曲家族、とってもいい曲が出来上がりました。北川大輔の歌手デビュー25周年のお祝いの記念曲という曲なんですね。素敵な温かい優しさ、そして本当にぬくもりを感じるようないい演歌です。ぜひ覚えて歌ってください。もう柔らかい感じの曲なので、力まずに、そして言葉を節々を丁寧に一つ一つちゃんと音符通りに乗せて歌えば、多分皆さんそれぞれの家族への思い、そして子供の頃の思い出だったり、家族、その言葉通りだと思います。ぜひこの曲を覚えて歌ってください。ぜひお買い求めは鈴木楽天町田です。ぜひ応援をよろしくお願いします。今日はありがとうございました。イエーイ。